神にとっては、世界に問題はない、のだ。すべては因果の帰結としてそこにそうある。それは宇宙が存在する時点から、そう。あくまでも人間の視点に過ぎない、理不尽。改変は神に、何が問題か、どうなればいいのか、何が必要か、それらを提示、その上で、神に、いいですよ、をもらって初めてそれは通る現実。提示しない限りは、不満だけではなかなか、変化もない。という、理解はもう10年以上は前からだ、しかし。それが犯罪でない限りは、個人のプライバシーは侵害も調査もできない。それは重い枷ではある。問題、それがそこにあっても手は出せないのだ。理想の裏側にあるのは、制約の山。あれもこれもそれもダメ。その上で打開の糸口を探さねばならない。人は増え続け、状況は変化し、今の把握はすぐに古くなる中で、